株式会社なんと銀行は奈良県奈良市に本店を置く地方銀行。行名のなんとは奈良の別名である。最大自治店なんとマホロバ場証券株式会社本社も兼ねている。宮間木支店地銀協加盟の奈良県における地方銀行である。2006年奈良銀行が理想な銀行と合併したため、現在は県内に本店を置く唯一の銀行となっている。 旧三菱銀行の新密地銀であり、三菱 UFJ フィナンシャルグループとの関係が深い。県内での融資などの事業は、県経済の不振の影響で伸び悩んでいるものの、県外へ進出して、構成を強めている。県内においては、メインバンク企業数6割、融資シェア5割、預金シェア3割と圧倒的である。コンビニ ATM は、E ネット、セブン銀行。 ローソン銀行と提携している。また、2019年3月からなら、大阪、京都の3府県に設置する、店舗外 ATM の4割を一括して、セブン銀に委託する。この方針によって、南東銀は、ATM 運営費の年間1億円以上の削減を目指すとしている。2010年年度より、地元奈良の鹿をモチーフとしたキャラクターとして、 何との案内カこと、何カが登場した。鹿の腹の部分に、何カと書かれており、同行のカードローン、キャッシュクイックのキャラクターとして、同行のホームページやポスターなどに登場している。戦前、戦中戦後1982年総部の女子ホッケー部が競合チームとして知られ、1997年に発足したホッケー。 日本リーグにも初年度から参戦している。2004年には所属の宮崎奈美がアテネオリンピックに出場。2005年には全日本ホッケー選手権大会で悲願の初優勝を果たした。2010年に平城線と1300年記念事業が開催されることで同事業のイメージキャラクターである千と君がホッケーをする姿を同行独自のキャラクターとして制定した。合わせて 平常1と1300年記念定期預金、なんとデセント、期間限定で発売された。2018年8月から広告展開しているテレビ CM シリーズ。前10話のドラマ仕立てで、なんとかの一族のタイトルで、シリーズ化した CM で、遺産相続で起こりやすい揉め事を描いている。川上舞子の他に、前述の伊坂も、後院役で出演している。詳細は、 なんと銀行公式サイト、なんとかの一族を参照。CM 制作の背景には、2017年に近畿地方の地方銀行で初めて取り扱いを開始した信託業務が一般に浸透していないことから PR も兼ねて行われた。また、このシリーズでは川上が証拠隠滅のため遺言書を口に入れるシーンが話題にもなった。当初は、 奈良県のみの放送であったが、近畿地方にも放送が拡大となった。2019年にはこのシリーズが、全日本広告連盟の第13回、鈴木サブロスケ地域クリエイティブ大賞の最優秀賞、放送批評懇談会の第56回ギャラクシー賞のテレビ CM、部門優秀賞をそれぞれ受賞した。ありがとうございます。